地球のエネルギー収支を簡略化した図地球上の太陽光エネルギー資源量の分布。国点は変換効率を8%と仮定して世界の主要エネルギー源を太陽光で十分賄うために必要な面積を表す。太陽エネルギーは太陽から太陽光として地球に到達するエネルギーを指す。ソーラーエネルギー ソーラーパワーなどとも呼ばれる。地球上の大気や水の流れや温度に影響し、多くの再生可能エネルギーや、生物の生命活動の源となっている。また、古くから、照明や暖房、農業などで利用されてきた。競技には、太陽光から、熱や電力を得るエネルギー源を指し、再生可能エネルギーに分類される。太陽光が当たる場所ならば、 どこでもエネルギーが得られ、得られる、エネルギーあたりの温室効果ガスの排出量が少ない。昔から熱として利用されてきたが、近年は、地球温暖化の対策の一環として、熱利用ともに発電用途での利用が増えている。太陽から放射されたエネルギーのうち、地球に照射されている光エネルギーは、ワット数にして、約 174PW である。 大気等による反射や吸収を受けつつ、そのうち、約半分が、地表に到達する。このエネルギーは、大気や地表、海洋を温め、しばらく熱などの形で、大気圏内に止まる。最終的には、赤外線などとしてすべて宇宙へ再放射される。大気圏内に到達した太陽エネルギーは、大気や水の循環を発生させ、 植物の光合成などを通じて多くの生命活動の源となる。また、火器のような直接利用のみならず、風力やバイオマスなど多くの再生可能エネルギーの源となる。右から、ドイツ、EU25 カ国、全世界の電力需要に相当する電力を太陽エネルギーで発電するのに必要な面積人類が地上でエネルギー源として 実際に利用可能な量は約 1PW と言われる。これは2008年時点の世界全体の一時エネルギー供給量の約67倍である。また、ゴビ砂漠の半分に現在市販されている太陽電池を敷き詰めれば全人類のエネルギー需要量に匹敵する発電量が得られる。地上に到達する太陽エネルギーの量は緯度や気候によって異なる。 東京での1年間の面積あたり入車量は約1 2 0 0アワー平方メートルである。欧州では中部で約1 0 0 0トアワマイメートルに南部で約1 7 0 0アワー平方メートルである。また、赤道付近の国々では最大約2 6 0 0アワー平方メートルに達する。その利用形態は下記のように様々である。 太陽エネルギーは、下記のように多彩な形で利用されてきた。古くからの利用法、熱、電力、建物内の照明用途に昔から用いられている。近年は屋根にドームを設置し、チューブで屋内に光を入れる設備や、光ファイバーなどを利用した、同鉱設備を用いる例もある。植物に光合成を行わせて生育させ、 利用する農業や園芸が古くから行われてきた。太陽熱温水器の集熱パネル熱としての利用には、下記のように多彩な利用形態がある。太陽熱利用は、最も古くから用いられてきた太陽エネルギーの利用形態である。一般にエネルギーを熱に変換するのは容易であるため、太陽熱は太陽光のエネルギーを高効率に利用できる長所を持つ。また、 蓄熱することでエネルギーを貯蔵しておき、必要な分だけを取り出して利用しやすいのも長所である。利用形態は、下記のように多彩である。寒冷地北海道での設置例実際の取得データなど、豊富に紹介しています。太陽光発電と太陽熱発電に分けられる。それぞれ、設置地域の気候や需要に応じて使い分けられる。 太陽光発電太陽光発電の太陽、電池パネル太陽光発電は、太陽電池を用いて発電する方式である。設置後は、定期点検といった作業がほぼ不要であり、使う携帯や規模を選ばないなどの長所を持つ。その一方、太陽光がなければ発電しないため、夜間の電力を賄う場合は蓄電装置を必要と、する。開発初期は、 非常に高価であり、主に人工衛星や灯台などで用いられていたが、技術の向上そして普及するに従って価格が低減し、民生の電力用途にも普及が進められている。将来の可能性としては、衛星軌道上からマイクロ波やレーザー光の形で地上にエネルギーを送って発電する宇宙太陽光発電も研究されている。 ほぼ24時間の発電が可能となるが、技術的課題も多く、まだ実用化には至っていない。太陽熱発電所を稼働する、タワー式太陽熱発電所太陽熱発電は、集熱器を用いて、太陽光を熱に変換し、熱せられた空気や蒸気を用いて、タービンを回して発電する方式である。大規模になるほど、また、 直射日光が多い地域ほど効率よく発電できるため、日射量が多く、広い設置面積が取れる乾燥地域などで用いられる。鏡を用いて就航し、蒸気を発生させてタービンを回すトラフ式やタワー式の多様熱発電が実用化されている。また空気を大量に加熱して、煙突状の構造内へと誘導し、 上昇流でタービンを回して発電するソーラーアップドラフトタワーも開発が進められている。太陽光冷気レーザーにより熱や化学エネルギーを得る手法が研究されている。レーザーによる高熱でマグネシウムを還元して汎用エネルギー源として用いるほか余剰熱で温水を製造するなどの利用が考えられている。A. ソーラーエネルギー A. ソーラーパワーハット AB 山田孝一、小宮山博史、太陽光発電工学 ISBN4 から822281485ハットキーワールドエネルギースタッツ、IEA、太陽光発電ってなんだろう AB 金山君を、バ場広史、ソーラーエネルギー利用技術、森北出版、2004年、ISBN4 から627946619、AB 日本太陽エネルギー学会編。 太陽エネルギー利用技術、オーム社、2006年、ISBN4 から274から 2278X ハット、検算、カウエコ大賞ノミネート6件発表。京都新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.skylightube.co.jp t スラッシュインフォスラッシュ e4% BA%AC%E9%83%BD%E6%96%BA%E8%81%9E%E3%81%AB%E6%8E%B2%E8%BC%89% E3% 81% 95%E3% 82% 8c% E3% 81%BE% E3% 81% 97%E3%、e、81%9 97、e、81回 1%EF%BC%81% E3% 80% 80% E8% B2% B7% E3% 81% 86% E3% 82% A8% E3% 82% B3% E5% A4% A7% E8% B3% 9E% E3% 80% 8D。ソーラーウォールって何やべたかし、太陽光、レーザー、水、マグネシウムによる革新的エネルギーサイクル。ありがとうございます。